BW or Children Preschool Club 2012 by Hiroshi Hayashi, Japan. Hiroshi Hayashi was a teacher and was teaching children aged from 4 to 6 until 2016 when I retired for over 40 years. This video was taken in 2012 when I was 65 years old. BW 子どもクラブの風景です。私は2016年に退職するまで40年以上4歳から6歳までの子どもたちを教えてきました。この動画は2012年頃、つまり私が65歳頃に撮影したものです。どうかお楽しみください。広志林Hamamatsu City, Japan. Hi. じゃああなたは、お家でお勉強をたくさんしてますか。はい。あなたはお勉強は好きですか。はい。ちょっと元気ないな、ちょっと下がったな。好きだったら好きって言うもんな。あなたはお父さんお母さんが大好きですか。はい。ちょっと迷った。ちょっと迷ったね。2点に下がりました。あなたはお家でお利口さんですか。はい。おお、成績上がりましたね。ずる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 。では桜田さんの成績を発表します。6点です。では今度は北村君の成績を調べます。本当はゼロからやるんだけどね。ゼロ、まあ初め3点ね、模試点がね。北村君は林先生のことかっこいいと思いますか。はい。おお、今のは急に8点になりましたね。あなたはお家でお勉強たくさんしてますか。あ、ちょっと顔しゃめたね。顔をよくかしげたので7点、6点に下がってしまいました。あなたはお風呂で自分の頭を洗いますか。おー、4点に下がってしまいましたね。あなたは夜早く寝ますか。また考えてる。3点で。早起きする。では北村君の成績を発表します。うわー、3点でした。え、同じじゃん。同じじゃん。そう、もういいな。こういうのをね、棒になってるからね、棒グラフって言います。ちょっと覚えておいてよ。覚えないよ。僕が一番グラフ。ありがとう。ありがとう。ちゃんと覚えてくれる人もいるんだよ。棒グラフ、棒グラフ、棒みたいだから棒グラフって言うんだよ。棒グラフ。僕の成績つけてくれる？林先生はかっこいいですか？はい。おお、みんなが言ってくれた。9点だった。林先生は素敵ですか？はい。おお、10点です。林先生の成績は、おお、10点満点じゃない。僕の10点。あんた10点だったか。僕も3点。僕は8個リンゴを持ってます。僕は6個持ってます。僕は9個持ってます。僕は5個持ってます。みどりさんは7個です。でもこうして見ると誰が一番たくさん持ってるか少し分かりにくいですね。ピンク。そこで点で書いてみます。ピンク。じゃあ、まあ、じゃあこのキーさんを斉藤君にして、大大君さんを桜田さんに、じゃあこれをフラッカーにしちゃうよね。それじゃあこうすると誰が一番よく持ってる、たくさん持ってるか分かるでしょう。誰ピンク。ピンクさんが一番たくさんって見ただけでパッとわかるね。で、一番少ないのは誰でしょうか。バオさん。バオさん少ないね、この人ね。バオさん少ないね。ピンクさんと比べるとこんなに少ないもんな。そこで数字書くよりもこういうふうに点々で、まあ、棒のようにして書いた方がわかりやすい。数字わかりやすい。わかりやすい。ねえ。わかりやすい。それじゃあこれ見てて、見た。見た？3番目は誰だった？3番目で、何、分かりやすいんじゃないの？多い方から3番目。多い方から3番目。これ以上考えない。ここだもん。え？7。本当？
一番多いのがこれで、2番目で、3番目。よくわかったね。じゃあ一番少なかったのであれ？5。5の何色さんだった？青。本当？大々さんでしょう。ほら、大々さんだ。まあいいよ。まあ数字で見た方が分かりやすいっていう人もいるし、僕はこっちの方が分かりやすいと思うんだけど、どうでしょうか？聞いてみるか？じゃあ聞いてみよう。こっちの方が分かりやすいと思う人。こっちの方が分かりやすいと思う人。あれ？こっちは分かりやすい。少ないの。僕こっちは本当分かりやすいよ。誰が多いか少ないか。この人一番多いでしょ？2番目でしょ？3番目、4番目、5番目。これ分かる？これ一番多い人。9。それじゃあ、ね、棒グラフなんてなくてもいい。じゃあパッと見てよ。はい、一番多いのは緑。緑さんだった？青。青さん。じゃあ一番、緑。じゃあ一番少ないのはピンク。何？ピンク。ピンクさんだった？赤ないよ。でもこう集まってもらうと分かるのね。緑さん集まって、青さん集まって、ピンクさん集まってって言うと、緑さんが一番多いってこと。でもこれをこういうふうに並べてみるともっと分かりやすくなるんだよ。こうしてみるともっと分かりやすくなって、青さんが一番多くたくさんいて、緑さんで、その次が緑さん。それでもっと並べてみると、こうして並べてみるとうんと分かりやすい。一番多いのは誰ですか？青。一番少ないのは誰ですか？ピンク。ほら、分かりやすいでしょ。どっちが分かりやすい？こっちの方が分かりやすいか、こっちの方が分かりやすいか。こっち。これもこっちだと思うな。あんたどっちが分かりやすいの？どっちの。ほんと？じゃあ今度はどうだろうね。こうして、まあこうできたグラフのことだね。違った方が分かりやすい。ほら、ボウフラって知ってる？水の上で泳いでる虫。うん、あれは僕らボウフラじゃない。似てるけども。なんかもっと長く泳げるんですか？名前だけちょっと覚えてる？マフラー？ビーフラー？マフラーじゃない。え？レビューの方が多い。多いね。多いのよ。分かりやすいでしょ、こうすると。簡単じゃん。なあ、簡単簡単。世界で簡単。名前をちょっと覚えておいてよ。どっかでね、またお父さんお母さん話してて聞くから。あとお尻かゆもまたムジ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 して。なんでムジムジかゆいの？いいんだよ。棒グラフ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 。いいのいいの、子供みんなついてるんだから。棒グラフ。棒グラフ。一番多いのは誰でしょう？ピンク。二番目は誰でしょう？青。でもキイさんとミドルさんはどうでしょう？黄色の方が多い。同じだね、これね。違うよ、黄色の方が多いよ。少し大きい。まあ、少し大きい、大きいか。こうしてみたらまた分かりやすい。一番多いのは黄色が多い。二番目は緑。三番目は青。四番目はピンク。こうして数字をつけると数で表すことができます。キイさんはいくつ？4。ピンクさんはいくつ？3。この上の端を調べるんだよ。緑さんはいくつ？6。青さんはいくつ？5。ね、じゃあパッと教えてよ。青さんはいくつ？5。緑さんはいくつ？6。ピンクさんはいくつ？3。キーさんはいくつ？4。ね、わかりやすいでしょ。分かりにくい。分かりにくい。ここ分かりやすいと思うよ、これ。じゃあいくよ。キーさんはいくつ？4。ピンクさんはいくつ？8。緑さんはいくつ？6。青さんはいくつ？5。みんなの成績でした。このキーさん、一番低いのはお手伝いもしてないからこの下がっちゃったんだよ。名前は誰だ？林か、林くんか。林くん、言ってください。あれ、林くんいないの？先生だよ。あ、僕が林くんっていうの？僕いつも林くんで自分の名前も忘れちゃった。あんまり使ってない。でもこの棒グラフはね、どこかおかしいところがあります。どこがおかしいと思う？これ知ってるよ。斜めな、斜めになってる。順番が違う。順番が違ってる。はい、分かった分かった。なんかおかしいでしょこれ。太い。だから西村君どこがおかしい？太い。そう、太いのがあるし細いのがあるから、これはね、不公平だね。みんな同じ太さにしてあげようよ。この棒グラフはどこがおかしいでしょ？ゆいさん、ゆいさん、ぐにゃぐにゃグラフ。ぐにゃぐにゃグラフ。これがね、このグラフはどこがおかしい？じゃあひらめき、ひらめき、どこがおかしい？どこがおかしい？へがおかしい？へがおかしいって。へがおかしい。何がおかしい？へ
がおかしい。絵がおかしい。絵がおかしいか、なるほどね。はい、はい。大学のどこがおかしい？下についてない。そういう、これ下についてないでしょ。こっからちゃんと行かなくちゃいけないのに。このグラフはどこがおかしいでしょう？はい。あれ難しいぞ。よーく見てごらん。どこかがおかしい。はい。はい。はい。さくらたさん。そうなの、これ数字がめちゃくちゃなるよ。1、2、4、5、10、20っていっぺんね。なるほど。そうだな。あら、聞いた今。いいこと言ったよ。最初から大きい数でいけばいいんだな。途中から急に大きくなるよな。10、20、30、40っていけばいいんだな。途中から1、2、4、5、10、20ってこう数字がバラバラになってますね。面白い。じゃあ、みんなの成績を調べてみよう。青は斉藤君。ピンクは北村君。僕の女の子には からかわないもんで、女の子にからかわうと怖い。江戸の仇を長崎で取ってることをしますからね。じゃあ、いや、これ北、あの斉藤君で、これが北村君で、これが、ヒロミ。今までのあなたの名前しっかりと発音できないんだけども、フェルラン君。フェルラン。フェルラン。プチプチ。フェルラン。フェルラン。フェルラン。じゃあ斉藤君はなんと7回、ピンクの北村君は5回。じゃあキーさんは何回なんでしょうね、これ。4回。3回です。これは1日に、おい、彼また喧嘩してる、お前ら。そんな喧嘩するほど仲良かったら、お前らまた席離すぞ。いいな、いいな。一日に出したおならの回数、斉藤君は7回も出しました。北村君は5回も出しました。ひろみ君は3回でした。それじゃあ今度これ、うわ、0、10、20、30で、ここ35なんで、これは、斉藤君は35回、北村君は25回、ひろみ君が15回、これは何のグラフでしょう？分かった。何でしょう？おしない。おしないって何？なんでしょうね、これ35回も、1日35回って言うと何よ？分かった。あくびを35回。ピアノ？違う違う。あ、ピアノが35分勉強してんのか。あ、それね。ピアノいっぱいしてるの。じゃあ35分してますな。これ、ピアノの、ピアノのレッスンをした時間だそうです。斉藤君は35分。北村君は25分。ひろみ君は15分勉強してる。じゃあ次。2、4、6、8、10、12、14、勉強でもいいよ。それはこれはどうでしょうね。斉藤君は14回何かをしました。北村君は10回何かをしました。2、4、6、ひろみ君は6回何かをしました。何をしたでしょう。あ、お外遊び。お外遊び10回一回でかい入ったしてるの。幼稚園は何したの。幼稚園で分かった。幼稚園で先生に叱られたから。斉藤君は幼稚園で14回も先生に叱られました。北村君は10回も先生に叱られました。ひろみ君は6回でした。本当はこんなに叱られちゃいけないな。じゃあ次のグラフ。斉藤君が200、400、600、500、300、400、500、600、700。はい。じゃあ700だよ。斉藤君は700。何を700で？お金。お金を700円どうしたの？違う。取った。取った。もらった。もらったの。700円も？斉藤君は700円お金をもらいました。北村君は500円お金をもらいました。
ひろみくんは300円お金もらいました。200円だよ。そんなもらっちゃったの今ね、うん、今度女の子も入れようか。ちょうど5人いるから。これが斉藤くんで、これが桜田さんで、これが古橋さんで、これが北村、あ、6人もいるか、鈴木さんで、これが北村くん。そうするとですね、どういうことなのかな、3回の2回の4回の1回の3回、分かった。1日に読んだ本の数、おお、すごいね。誰が一番たくさん読んだでしょう。3の誰？わかんない。古橋さんでね。桜田さん、あんた2冊しか読んでないじゃない。斉藤君3冊でも1冊。鈴木さんは1冊しか読んでませんね。本当？まあ、これはもともとフィクション、嘘の話だからね。何冊？よし、今度これ10、この人は、20、この人は40、この人は30、この人は20、この人は30。誰が誰？これはあなたよ、斉藤君よ。で、これが桜田さんで、これが古橋さんで、これが鈴木さんで、これが20回、30回だよ。北村君30回。何を30回来たの？え、どれだよ、うちうち30回も行ったの。ゲモ病院行ったの。勉強？ほら、お客さんの数いない。毎日30分やってるもん。何を？お手伝い？勉強。よし、北村君は1日30分は勉強してる。斉藤君は20分。桜田さんは40分。おお。古橋さんは30分。ピアノだよ。ピアノもいらしても入れてあげるな。鈴木さんは20分。北村君は30分。ちょうど合ってたな。よし。じゃあこれはどうでしょうね。8は斉藤くん、4がこれが桜田さんで、2が古橋さんで、4が鈴木さんで、5が北村くん、あ、4が北村くんでした。 6回だな、鈴木さんな、ごめんなさい。これ何のグラフでしょうね。本はもうやったね。じゃあ絵もやったね。じゃあどうして僕かも変なこと考えちゃうんだけど。じゃあうち、おトイレに行った回数。じゃあおしっこ出した。じゃあ分かった回数。ダメだ、こんなたくさん買っちゃ。ゲームやった回数。じゃあゲームやった回数にしよう。斉藤君は8回もしました。なんだよ、あんたそんなにしよう。この人は4回、桜田さんは4回で、何もしないんだけど。1回もしないんだけど。じゃあトイレ行った回数どう？トイレ行った回数1回もしないんだけど。2回ってことないの？1回もしないんだけど。トイレ出した回数。そんなことあれない。この人1回もトイレ行ってないんだって。食べる出した回数。ね、ダメだな。じゃあこれどうでしょうね。この人、斉藤君は15回、桜田さんは10回、古橋さんは20回、この人鈴木さんは10回、北村君は5回、ひろみ君ないんだよな。で、何の回数だと思う、ひろみ君。ゲボ。じゃあひろみ君、ゲボ吐いた。ゲボ吐いた。ゲボ吐いたのも病気だよ。古橋さんの、古橋さんの意地で20回。寝た数？居眠りしたの？寝た。だめ。斉藤君は15回も居眠りしました。桜田さんは5回、10回も居眠りをしました。してない。浦橋さんは20回も居眠りをやめない。20回も居眠り。どういうことなんだろう。お願い。2回居眠り。何が？よし。今日は長さの勉強をします。長さの勉強をしません。します。長さ。パッと、おならじゃない。どっちが長い？いいよ。見てわかるね。どっちが長い？どっちが長い？あお。結構。どっちが長い？あお。じゃあこれはね、長さはね、黄色。
数えることができますから。数えてみるよ。1、2っていくよ、3。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。学校で黄色だ、黄色。じゃあ青いくよ、3。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。同じじゃん。同じ？同じじゃなかった？同じ。また後ろかいの？ちょっとアコさんのパンツあそこ出して、まあいいか？いい。あのビニールのために持ってきたの。いやいや、あげないあげない。あんたない。あのビニールのね、特製パンツをつけた。もうそろそろ覚えてきなさいよ。いいよ。とってもいいんだから。いや、あんたあげないもん。そんなもったいなくてあげられないもんね、いいパンツ。じゃあ。いや、あれはね、もしね、どうしてもね、お家帰ってね、下着が漏れてね、パンツなかったら一緒に行って、これでね、パンツを作ればいい。あ、作り方知ってる。何で知ってるのか。いいじゃん、知ってる。うん、知ってる。これこうやってやるでしょ、ねえ、ひろみくん。真似しちゃダメよ。でね、ここ、ここのとこをグッと持っててね、ここ切るんだよ。こう切るの。ね。で、今度こっちもね。それで足を入れる。あんたやってるよ、じゃあそこにこうやってもらう。なんで？いや、あんたは全然。嫌だよ。ちょっと、はい、なんで？じゃあさ、でこっちをこう切るわけ。林くんやってよ。林くんはね、ちょっとね、ハイレグ好みだからね、もっとこう、ぐっとこの辺から切ってくるね。でかっ。で、こうやってやるよ。ほんでね、ひろみくん、あんた入ってみなよ。やだ。男か女か、あんた。ちゃんと入ってみる、これ。いい、やだ。ほんでね、ここへこうやって足入れてね、こうやって開けば。はあ、うん、あやめてやめてやめて、いいでしょ、なかなかいいじゃん、あんたこれ、うん、持って帰りたい、いらない、はっ、あ、欲しいの、お土産に持ってきないよ、BW 特製の、うん、火薬パンツ、いや、これお行儀の悪い子に履かせんのよ、ちゃんと座っておれない人ね、それ仕方ないのよ、その人が悪いんじゃないんだから、お尻が痒いんだからね、それ仕方ないもんな、で、うんか、それでこうやって痒くなって、お病気悪くなって、足を出したりそわそわしたりね、こうやってそうなっちゃう、あんたが悪いんじゃないの、お尻が痒い、なぜお尻が痒いかというと、うんちがだからこれ編んでるって、いらねえ、いいからいい、死ぬなって、お前置いとくからこれいいか、もしお尻かいかったらこれ履きなよね、あ、いやじゃない、あなたのためなんだ、同じ、じゃあいくよ、3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、だからで出てるさ、3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、だから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 出てるさ、同じでした。さあ、どっちが長い？同じ。いくつ長い？余計にいくつ長い？一個。違いはいくつ？一個。そう、これが違いになるわけ。いい？違い、ちょっと言ってごらん。違いは一個。違い。違いは一個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 。違いは十個。違い。当然でかい声出したら、まあ、せっかく先生気持ちよかった。違い。嫌い？嫌い。成績下がるぞ、そういうこと言うと、お前ら。いいな、学校入ったら少しはごま薄れよ、お前。大嫌い。だからそうじゃなくて、大嫌い。教えてやるよ。違い。僕？違い。あ、違いだよ、嫌いじゃないよ。すごい、すごい。学校行ったら、大嫌い。さん、これで。違い。ね、古橋さん。すごい。うるさい。すごい、すごい。何がすごいの？僕も、あ、そう、そうそう、すごくいいか悪いかどっちか分かりませんけども、そういうふうに少しはごますれ、お前ら、いいな、ごますれって知ってるか、手がいい、こうやって言うのは教えてやるから覚えておけ、こうやって手合わせて、先生言ってかな、手を握って先生、はい、どうぞ、いつもお元気そうで、はい、素敵ですね、先生かっこいいね、こっち、お洋服よく似合いますね、こっち、こういう風に言うのよ、分かった、分かった。
それぐらいやれよ、お前らも。やないよ、もちろんそうなんでやんないわ。でもこうするとね、長さが分かりにくい。分かりやすい。どうしたらいい、これ青の方が多い。まあ、長いの分かるよ。じゃあ青はいくつなの、これ。あ、4個。うんこ4個。うんは入れないね、4個。4個。うんこ4個。だ面白いね、うんこって人いるんだよ。下は何、下は何個、下は何個、何個、何個、もうお前らうるさいから全部思って。何うるさいこともみんな3個。じゃあこれはいくつと言ったらいいの。緑。だから緑は長くて分かるの。青はいくつ。青は5。じゃあいくよ。こういう時にね、BW これでしょ。もう勝てる声喋ってる、もう怒った。今日から体罰してやる。体罰って、お尻ぶたたくんだよ。あー、面白そう。先生も戦った。全部あったのぶったの。それか、これあるよ、そこに。これあの、雷様がね、忘れてたの。台風の神様ってね、そしてね、これをね、忘れて置いてったのね。絶対買ったの。それでこれでやるとね、寒いでしょう。もう一回やって、もう一回やって、強くやって。強くやる？うん。それこれ後ろまで行くでしょこれ。行かない。行かない？行ったでしょ。よし、そこでこういう時はどうするかというとね、まあその前にパッと言ってよ。緑と黄色どっちが長い？黄色。分かるね、どっちが長い？青。どっちが長い？青。青かな、これ黄色。同じ。どっちが長い？黄色だよ、黄色。そこでBW では長さを調べるときにはお山を書きます。で、お山の歌を覚えてよ。背中伸ばして、うん、もう、さあ、うざい、さあみんな知ってるわ。お山が一つ、お山が二つ、お山が三つ、お山が四つ、で四の長さ。お山が一つ、お山が二つ、お山が三つ、お山が四つ、お山が五つ、で五の長さ。お山が一つ、お山が二つ、お山が三つ、お山が四つ、で四の長さ。お山が一つ、お山が二つ、お山が三つ、お山が四つ、お山が五つ、で五の長さ。大丈夫、絶対さ。じゃあ、これは何の長さですか？三の長さ。手を挙げていっていただきます。1、2の3。はい。なんだね、その言い方。へぇー、そんなダメよ。はい、やってごらん。はい。はい。さあ、俺に近づいて、みんなフラッシャーに寝なさい。少しは見習えるぞ、このわんぱく坊主も。いいな。1、2の3。はい。遅い、声出てない、お前は。見てたぞ。1、2の3。はい。そうだ。見習えなさい、ちゃんと。見てないよ。一度も見てないよ。一回も見てない。はい、お山は行って少し行ってくれた。古橋さん。ああいうふうに言ってごらん、あんた感動するじゃない。はい。お山は行って少し、はい、古橋さん、やんか、さあみんな前向きにやりなさい。見ない。お山は行って少し、はい、お、はい、今の草森君かっこよかったな。お山は行ってですか。6の長さ、それと分かりやすいでしょ。お山は行って少し、はい、鈴木さん、10個。いや、いくよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そう、10個でした。いいの、10個で。9個。じゃあこれ、お山がいくつできるでしょうか。4個。本当に4個。はい。
1,2,3,4,5 個できるんじゃないの？違う。はい。ひろにいくつできるこれ？はい。4。4個。4個。ひろさん、僕よく古谷さんを信用する。古谷さん、何個できる？5。5個？5。5個だよ、あんた。よく数えろ。古谷さんは4じゃん。5でいいのこれは。4だよ。5なのこれは。4だよ。じゃあ数えるか。3、はい。あ、出ない。じゃあ行こうか。3、はい。1,2,3,4,5。ほら。こういうのはエコヒーキっていうのな。出来のいい子はエコヒーキされるの。エコヒーキって？はい。エコヒーキじゃないの？例えばエコイピークというのはだよ。例えばねえ、あれやってもいいか。アイスは見たらしいから全然もう、あ、何よ。ねえ、あのさやつやって、あれさっきやったの嫌 やつな。じゃあこれはお山はいくつできるでしょうか。あれ難しいね。こっからスタートだぞ。8か。いくつ？8。いくつ？8。7だよ。3、はい。1,2,3,4,5,6,7、はい。イエーイ。イエーイ。あなたいくついったの？7。8いった？7だよ。そうだよ、8だよ、数えるよ。7だよ。うるさいよね、8でいいのね。7だよ。うるさいっちゃな、お前は。7だよ。先生が8と言ったらそれでいいのだ。じゃあ8だと思う人な。ひろみくん8だよな。7だと思う人。じゃあ数えるか。3、はい。1,2,3。じゃあこれはいくつだ。これは違う。もう嫌だよ。まあこれこれやってみろ。これはお前ら難しいぞ。9。ブラさんが9言ったの。9だよ。3、はい。1,2,3,4,5,6,7,8,9。めっちゃよ。いったり、まあ、あんた10って言ったでしょ。9。あんたがお尻見てるんだよ。9って言った。いいんだよ、買い物が。持ってけばいいんだよ。どこ行ったより。9って言った。いいよ、いらっしゃい。じゃ9、5じゃない。よし、わかった。じゃあその紙、皆さん鉛筆出して。お山を書いてもらいます。お山が1つ、お山が林広、めんどくさい。お山が3つで3の長さ、お山が1つで6の長さ、お山が2つ、お山が1つで100の長さ。じゃあいくよ。お山が2000で2000の長さ。長さを数えるときには注意しましょう。間の山を数えるということで、それを間違えるとね、長さ分かんなくなっちゃうから気をつけて。分かる分かる。全員変わってるんだもん。全員変わるんだもん。全員しかないもん今日。いい、見ててよ。最初に先生のやり方を北村君見ててよ。その時にうるさいな。あとね、少しでね、君たちはね、もう幼児って言われなくなっちゃうの。かわいそうに。幼児って、ね、あら、幼児というのはね、人生の花よ。一番心が美しくて、ね、綺麗で清らかで、ね、そういうすがすがしい心を持った人のことを幼児っていうの。とか小学校入るとだんだん顔がひねてくるから変な顔になるのよ。分かった？だから変な顔、こういう顔になっちゃうのよ。そしてね、まだあんたたちないけどね、小学校入るとね、ここにシワが入るようになるの。あなた、ここにシワ、あんたはシワある？まだ、まあ、ないでしょ。だからシワできてるの。僕できてるのよ。じいさんだからね。だ、幼児は顔にこういうシワがない。で、清らかな顔をしてるわけな、北村君。あんた清らかな顔してるな。あんたは爽やかな顔をしてる。あんた素晴らしい顔をしてる。そういう幼児期や無児期はあるな。だから子供の心を今大事にして、いいか、童心で、童心に帰って歌いましょう。いいね。お山が1つ、お山が2つ、おやまが、うるさいよね、あんた小学生でかして。まだいくぞ。帰っていい？まだ。3、はい。おやまが1つ、おやまが2つ。
帰れさらないのまだあんた、うん、僕のにやってごらん。お山が一つ、お山が二つ、お山が三つ、お山が四つで四の長さ、読んで書くのよね。じゃあみんな可愛い声で、清らかな心で歌いましょう。三、はい。お山が一つ、お山が二つ、お山が三つ、お山が四つで四の長さ。今度目行こうね、さん、はい。今度ね、下行くとね、よだれになるんだけど、知ってる？何でした？よだれが一つ、よだれが二つ、よだれが三つで三の長さ。できる？わかるね。わかるね。わかる。一応練習だもん、やらなくちゃ。じゃあ行くよ、今度。よだれが一つ、よだれが二つ、よだれが三つで三の長さ。今度お花長いよ。いやいや、おやめていくよ。お山が一つ、お山が二つ、お山が三つ、お山が四つ、よだれが五つ、よだれが六つで六の長さってこうであるわけ。今度お口行こうか。うん、大丈夫か？いいよ。お口行くよ。三、はい。お山が一つ、お山が二つ、お山が三つ、お山が四つ、お山が。歌ってる？ちゃんと。うん。子供の心ももうあと少しでなくなるんだからさ、もう一回声出しやれ。三、はい。お山が一つ、お山が二つ、お山が三つ、お山が四つ、お山が五つ、お山が六つ、お山が七つ、お山が八つで八の長さ。できた？じゃあ発射書いた？じゃあやってよ。少しできたか。長さ分かったか。よし、これがね、長さの数え方の基本だから忘れないでよ。ね、これどっちをやるっても同じ感じなんだけど、ちょっと難しいのがいい。難しいのやってみろ、いきなり。藤原さんの難しいやつ、そういうね、皆さん、桜田さんがおっしゃるには、そう、いいよ。そこまで言うならば、1年生のやらしたんです。イエーイ、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 やったやったよ。三角形。この向き？どうしてもいいくわ。向きはね、横でも縦でもどっちでも使える。どっちでもいいの？ねえの？したらいいでしょ。縦の方が。これ何？何やるのこれ？いいか？今ね、桜田さんは素晴らしいこと言ったんだぞ。こう言ったんだぞ。そんなの簡単だ。私はもっと難しいのをしたい。私って言ってないけど。そして1年生のやってみるか、やってみるって言ったでしょ。みんな褒めたんだけど。僕も一番欲しいんだけど。そういうね、その僕はね、その負けず魂。嫌い。負けず嫌いというかね、それいい。僕は佐田さんが気に入った。これはね、ちょっと見にくいんですよ。本当に今日最後にやろうと思ったけど、もうちょっと後にやるか、じゃあ。今から。今からやっちゃうかも。じゃあいいか。これね、真ん中がね、BW 教室なの。ね。それでこれみんなのお友達の家へ行く道なの、こういうふうに。で、これは道がいくつあるかって言うんだけどね、その時もお山を数えるの。見ててよ。これ大変だよ。いいか？ここが BW、真ん中あるでしょ？みんな見てくれ。真ん中がね、BW 教室だよ。あるでしょ？だからそっから行くよ。お山が一つ、お山が二つ、お山が三つ、お山が四つ、お山が五つ、お山が六つ、お山が七つ、お山が八つ、お山が九つ、お山が十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、21、22、23、24、25、26、27。ということは BW からこの木までは
24の長さだから、うん、小さくここに書くんだよ。24って書ける小さい。よし、あとやってみてごらん、自分で間違えてみよう。もう一回やれば、もう一回上から、もう一回直してごらん。そうしてできるから。丸のところに丸ってあるの？うん、丸の、そう、丸の中に24とか。親山の奥さんはね、北村君、みんな同じ奥さんにするの。そう、そうやって出ないと、長さんが。そう